アメリカの無人ロケットファルコン9が打ち上げに失敗しました。ロケットには日本の大学が開発した機器も搭載されていました。打ち上げに失敗したロケットは国際宇宙ステーションへ物資を運ぶ宇宙船を搭載していました。その中には千葉工業大学が開発した流星を観測できるカメラメテオも積まれていました。 NASA の担当者から打ち上げは失敗に終わりましたっていうふうに報告があって、2回続けてたまたま我々のカメラを載せてロケットが爆発するっていうことが本当にもう驚くというか信じられない。千葉工業大学の観測カメラを載せたロケットは去年10月にも打ち上げに失敗していて、担当者は予備機があるので早く打ち上げて観測を始めたいとしています。